せーの、こんちゃす。どうも、なぐみです。こくんです。なこなこです。じゃあ、はい、はい、ということで今日は僕の持ち込み企画となっております。イエイ。怖いよ、一番怖い。来ました、今日の企画はですね、こちら。バッバッバッ、キキお酒 in レモンサワー。キキお酒、今日はキキお酒の企画です。俺ね、ずっとしたかってん、あのなごみがお酒飲めるようになったら、うん、キキお酒企画をしたいなと思ってて、コウ君がしたかった動画。そう、動画撮りながらお酒飲めんねんで最高やん。そっちのしたいか。最高。レモンサワーめっちゃ嫌いやわ。まあまあ、なごみはまあお酒弱いからな。でもレモンサワーじゃマシやで。そうなんだ。そう、レモンサワーって今いっぱい売ってるやん。うんうん。でこれ味って結構俺もさ選んだりすんねんけどさ、レモンサワー種類を明確したら一緒なんちゃうかな思って。確かに。むずそう。そう、レモンとサワーと炭酸の。レモンとサワーと炭酸だけ。作り方、6個。うん、ちょっと何言ってるかよくわかんないんで企画の方早速いきたいと思います。よろしくか。ちょっと説明して。まず、どういう感じやっけ。コップを用意して、でこれにレモンサワーを入れていったらさ、うんうん、まあ、分からんやん、どのパッケージかな。うんうん。タオルで明確してこれっていうのを当てていく。あ、そうか。そうで、何番当たるかみたいな感じ。なるへそ。最初飲むだけやったら分からんから、うん、まず1回全部飲む。今全然理解できなかった。あ、でも悪もう言ってる。だからまずさ、最初分からんやん。あ、ないね。そう、サークルとかでありそう。確かに。じゃあ早速入れていきますか。はい、せーの、爪を出る。いい音や。で、まあ順番に置いとかでさ、これさ忘れちゃうからな。何が何が。そんなミスはせんわ。だって色全部一緒やん。はい、ということで、はい、並べ終わってんけど。すごいな。すごい、色ちゃうねん。思ったより色ちゃう。なんか浮いてんで。思った。え、レモン堂になんか黒いやつ浮いてんねんけど。なんかさ、バーベキューの近くで飲んどうさ、お酒みたいな、わかる、うん、炭が飛んでるやつ。コカコーラさん大丈夫かな。一回ちょっと電話で話しつけましょうか。絶対なんかコーク話すことばしちゃうわ。これさ、見て、これ一番な、本絞り。本絞りだ、なんか振ってくださいみたいなの書いててさ。あ、そうなの？うち振ってない。じゃあ俺が振ってん。あ、お前は。うん、心配せんといて。これがな、うん、結構濃いからさ、うまそうじゃない？この濃い方が果実が入ってて。なんか色がな、そう。ここはさ、そう見た。そうやね。炭酸水と変わらんねん。そうやね。透明すぎてさ、アルコールとかめっちゃ強そうな気すんねんの。あ、確かに。匂いはめっちゃいい匂い。うん。レモンって感じ。じゃあ飲んでいきますか。はい。一個一個まず飲んでったんや。そうやな。じゃあまずストロングから。まずストロングから。まずストロングからいこう。生水ストロング。あ、飲んだことないんちゃう、ほぼ。コウ君に一口もらったぐらい。でも全然好きじゃないよな。え、まずストロングか。大丈夫これ。やっぱ余裕さっき前寝ててんけど。目覚めの一杯は普通ストロングやろ。水とかじゃなくてストロング。朝起きてストロング、昼飯終わった後ストロング、寝る前ストロング。それがアル中生活。乾杯。乾杯で顔。どんなどんな。うん、ストロング。え、ストロングじゃない。臭い。アルコール臭い。トイレのシューってやつをそのまま口に。便器拭くやつ、便座か、アルコールの便座拭くやつ。え、知らん。何それ。え、男の人ないんじゃん。乙姫。ちょいちょいちょい。乙姫じゃない。何で乙姫口に入れる。あー、口の中が音楽で。でででで。あるあるある。ある、便座拭くやつ。あ、そうそうそう。それを口に入れてるって、うん、言い過ぎやろ。じゃあ次これ。笑いで済ましたこいつ。次これな。うん、これは蜂蜜レモン飲んだことあんねん。美味しいな、蜂蜜レモン、うん、あー、ちょっと待って。ちょっと味覚えてんの忘れてた。なんかおっこ匂いする。レモン汁みたいな。ポッカレモン。短くない、うん、そんなにアルコール強くない。確かに、これ美味しい。なんかな、ちょっと甘い。こっちはもう結構ガッツリ本絞り。はい。苦い。嘘。え、苦い。レモンの味せえへん、うん、これさ、一番ゴーク美味しそうって言って、うん、レモン強そうって言ってたよ。確かに、レモン強いんか。でもどれなんやろ、これ。このさ、レモンまだ成熟してなくない。青いやつ。まだ青いまま絞った。硬いやつ。じゃ次、居酒屋レモンサワー。確かに、これよく飲んでるゴーク。あ、あんまうまないわ。アルコールめっちゃ強いわ。そう。これ何パー ?8%。8% か、強いな。7割ぐらいアルコールの味すんねんけど。どう、消毒してる、口の中。このレモンサワー、コロナでアルコール増やした。ほんまに消毒してる、うん、あ、なんかお店とか行って、検温と一緒にこれ出されてたもんな。飲んでくださいって。口から消毒。あなたは喉から、あなたは額から、そしてあなたは口から。なるほどな、分かった。全然違うな。もうなんかちょっとポカポカしてきてんけど、体。わかる。春回路張ったみたいな。気持ちよく寝れそう。どう。じゃあ次、はい、うん、氷結はピーチ飲んだことあるわ。いや、分からん、なんだよ。ここまで来たちょっと分からんくなってきた。気持ちよくなってきた。でもな、一番な、スタンダードかも。でもレモンの味めっちゃすんな。レモンの味すんの今んとここの2つやねんけど。それ以外はまだ、これは苦め。これが、まあ、ストロングって感じ。これはほんまにも体から消毒するって感じ。これも有名やろ。あ、そうやな。それ一番さ、コーク飲んでるかな、いつも。うん、
めっちゃ飲んだ。ちょっと待って、味わからんくなってきてんけど。え、わからん、薄なってんねんけど、なんかどんどん。これにちょっと近いかも。苦い。まだ成熟してないわ、レモンが。ということで、大体わかった。え、もうここら辺忘れたけど。うん、雰囲気わからん、覚えとったら。目つぶってもなんか。もう一回だけちょっと急いで。あ、いいよ。一気で、一気で、一気。そういうのに、はいはいはい。なんか思ったの。吐きそう、もう。じゃあまずナゴミからいきましょう。はい、頑張ります。やばいな。じゃあナゴミ選手、こちらのタオルをお借りください。え、初めてかも。え、キキって初めて。鼻は息したい、鼻息したい。わあ、すごい。いけますか。はい、まず一つ目からいきます。こちらどうぞ。うわあ。はい、お願いします。氷結。なるほど。ちょっと待って、レモンド。正解です。イエーイ。レモンドはさすがにあ、ちょっとわかった。うんうんうん。なるほど、うんうん、最初いいですね。終わり。いや、終わりじゃないよ。もうちょい飲んで。次いきます。こちらどうぞ。ブラニー。危ない。三つ目のやつ何やったっけ。三つ目は本絞り。本絞りか。うん、一番最後のこだわり酒場。こだわりやと思うねんな。なるほど。え、どうですか。こだわり酒場で。不正解です。こちらアルコール消毒になっております。え、ガチ。居酒屋のやつ。居酒屋。レモンの味めっちゃしてんけど。めっちゃレモンの味してん、普通に。前のやつどこってんじゃん。マジでねんけど。全外れ。なんで1個あったってんの。日本中1問。じゃあ続いて、次は難しい。こちらです、どうぞ。うん、うわっ、うん、うっそー、うっそー。え、なんでボタン買ったん。うっそー、うっそー。うーん、拭いてー、拭いてー。もう嫌がってきた。首に滴るお酒。帰りたい。すごい嫌。コウくん、何どこ行ったん。プレゼン持ってきた。めっちゃ怖くなった急に。ほらと思って。かわいい彼女やで。これどうでした。いや忘れた。もう一回飲む。でしょうね。忘れた。はい、持ちます。あー、何ですか。飲んだことある気がする。はい、よく見た。置いてないわ、もう。俺のお腹キャラやめろや、動画で。あ、ゲップした。やな、すごい臭いと思って。急に振り返ればゲップしたわ。やんな。はい、こちらストロングゼロ。正解。え、正解です。正解。半分の2。ガチ。やばい。え、なんかな、強いね、やっぱり。でもレモンも強くて、うん、強い。え、そうそう、すごいな。続いていきますよ。終わり。あと3つあります。あと3つ。続いてはこちら。怖い、もう怖くなってきた。あ、なんかニラが違う。本絞り。正解。正解。すげえ。え、食べログ創設者。なんか分かってきた。食べログ作った方。4分の3正解。やばくない。ラスト2問。続いてはこちら。あ、しんどい。お願いします。びっくりした。音がするみたい。怖いから。意地悪してるとかある。え、ない。ほんまに。うん、ほんまにない。残ってるのは言う、うん、氷結とこだわり酒場。はい、お願いします。氷結。失敗です。こだわり酒場です。ね、なに。鼻から牛乳チラリンリンリン。ジュラシックパーク入り口。確かに。テレレレ。よくそ。ジュラシックワールドへ。氷結も失敗ということで、6問中3問正解です。ピョンピョン。ピョンピョン。え、こうこう。ちょ、見て。やばいやん。やばいな。やばいやん。え、飲んでる。結構来てる。マジ？じゃあ一回休憩する。眠い。美味しい。疲れてるやん。寝る？言える？無理や。もう喋られへんやろ。レロ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 なっちゃう。喋るとき。カメラ一回切っとくで。顔プップしてる。してる。顔赤。ほっぺ触ってみて。熱い。一回休憩する。何？飲まれへんの？これで酔っ払っちゃった。でも飲めるようになりたいの。うん。父さんとさ、私もさ、飲めたいのにするから。うん。飲まれへん。頑張っても飲まれへんな。それはしゃあないわ。はい、ということで、なごみが完全に寝ちゃったので、今日
で終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバーイ。おやすみ。